平岡静江、平岡静江、平岡しずえ、静江、1905年、明治38年2月18日から1987年、昭和62年10月21日は、作家、三島幸夫、本名、平岡君武の母、漢学者、橋健三の次女、加賀藩の漢学者、橋健造の孫、少年時代の三島幸夫の文学的才能を発見し、 その成長を励ました。1905年、明治38年2月18日、静江は東京の小石川で、父、橋健造と母、富の間に次女として生まれた。橋屋は、代々金沢藩主、前田家に仕えていた従者の家系であった。父、橋健造は、漢学者で、東京海星中学校の五代目校長を務めた。江の上には、 健康、ゆき子、まさお、たけお、こうぞお、の兄と姉、下には妹、しげこがいる。しずえは、文学少女として、鹿や小説に親しむ、青春期を過ごした。1922年、大正11年に、三和田高等女学校、現、三和田学園中学校、高等学校を卒業した。1924年、 大正13年4月19日、静江は平岡梓と結婚。平岡梓は、改正中学校から旧正第一高等学校を経て、東京帝国大学法学部法律学科、独法を卒業した、農商無省勤務の官僚であった。翌年の1925年、大正14年1月14日に、長男、君武を設ける。 ところが生まれたばかりの君竹は赤ん坊に二回は危ないという理由でシュート目である夏子が座骨神経痛を病む病室内で養育されることとなり静江が君竹と接することができるのは授乳の時や許されたわずかな散歩の時間だけとなってしまったこうした父母と引き離された生活は君竹が学習院中等科に入るまで続いた この期間の不自然な母子関係は、君だけの人格形成と、その後の母子関係に大きな影響を与えたのみならず、こうした状態を放置し傍観していた夫、死に対する静えの内向した敵意も育まれていった。この頃のことについて三党は、若い頃の母は大変美人であった。中略母親は、私にとつて、こっそり相引きする、相手のようなもの、ひそかな、 人知れぬ恋人のようなものであった。母には、姑との間の苦労や、子供を姑に独占された悲しみや、いろいろな悩みはあったらしいが、子供の私には、そういう悩みは見えなかった。そして、たまにこっそりと母に連れられて出る日が、私の幼児の記憶の中で、まるで合いびきの日のように美しく美しく、残つっていたと述べている。祖母の監督下にあって男の子らしい遊びを、 禁じられていた君だけは、小学生時代から、祖母の好きな歌舞伎や脳、泉鏡花などの小説を好み、高学年になると学習院の同学有志、婦人会雑誌に視野派を発表するようになっていた。13歳の時には、幼児期に母と散歩に出かけた時の記憶をモチーフにした短編小説、水場、スカンポー・アキヒコの幼き思い出を、 執筆、ようやく同居が叶った長男の目覚ましい、文学的才能に静江は驚くと同時に、何としても、この子の才能を開花させたいと決心した。この頃のことについて三頭は、母は私に天才を期待した。そして、自分の女上詩人の夢が息子に実現されることを期待したと述べている。1940年、昭和15年1月、静江は詩人、 川路流行に、君竹を支持させた。息子の才能を認めず、自分同様管理の道を歩ませたがっていた夫、死が君竹の書きかけの原稿を破り捨てた後には、買っておいた新しい原稿用紙を揃えたりと、太平洋戦争に向かう暗い環境の中、静江は君竹が、文学の道に邁進できる、よう、献身的な努力を傾けた。1941年、 昭和16年からペンネームが三島幸夫となってからの君だけも母の愛情に感謝を忘れず原稿を書き上げるとすぐに母に読んでもらう習慣を晩年まで続けていた。初期の作品仮面の告白1949年愛の渇き1950年の著作権が遺言によって他の著作とは別に静江に送られたことも 三島の母への深い愛情の表現であった。その親子の仲良しぶりは三島が1958年、昭和33年6月、杉山陽子と結婚した際に、その理由を周囲に、がんと診断された母、静江を安心させるためと説明したほどであった。しかし、三島は、私は、この母の大病のために結婚したわけでは妄頭ないと、述べている。また、実際にも、 母、静江の病気発覚の前年1957年、昭和32年から、三島は、精神女子大学在学の独身時代の皇后、道子ともお見合いをしている。杉山陽子の見合い写真を渡されたのも、母の病気発覚前である。さらに1954年、昭和29年8月から約3年半、交際していた、後藤貞子、旧姓。 豊田貞子という結婚寸前の女性もいた。なお癌との診断は誤診であったことが、挙式前に判明している。三島が、遊告、1961年、英霊の生、1966年などを発表し、盾の会の活動に熱中し、死への関心を隠さなくなるようになると、静江はこれを敏感に察知し、息子の背中に、 あなた死んでしまってはダメですよと呼びかけたくなる衝動に、駆られたこともあったが、その予感が確信に変わる前の1970年、昭和45年11月25日、三島事件によって、最愛の息子は世を去ってしまう。外出先から帰宅した静江は何も言わず、自宅玄関の叩きにぺたりと座り込んでしまったという。三島の死後も、遺作となった、北条の海の停流に流れる、 仏教哲学を理解しようと大学の長考生になるなど、息子の死の秘密を理解しようと努めていた。夫、死が、文芸春秋から刊行した、著書、せがれ、三島幸夫、1972年、せがれ、三島幸夫、没後、1974年には、あなた、死みたいな水牛のような行動一点張りの人に、君だけの心がわかる図がありません。君だけの心がわかるのは、 私たった一人だけですという断定とともに、静江の独白が豊富に盛り込まれており、事実上の強調となっている。また、自分の名前でも、暴流のごとく、三島幸を七回帰に、新九1976年12月号に、掲載を発表している。1976年、昭和51年12月18日に、夫、死が死亡。その後、ずえは、 晩年には、脳梗塞に倒れ、虎ノ門病院分院に入院した。幻覚症状も伴っており、死んだ息子の姿だけ残し、夫の姿は消してほしいと医師に要求したという、話が伝わっている。退院後は、邸内の離れには戻らず、1981年、昭和56年1月に、東京都世田谷区洋画の老人ホーム、フランシスコビラに入居、そこで寄生を送った。 1987年、昭和62年10月21日、心不全のため、虎ノ門病院で82歳にて死亡。国別式は10月24日、東京都港区あたごの清少寺で営まれた。三島のほか、長女、三子、1928年から1945年、敗戦直後に、長地府市で17歳で溶接、弟、和幸、 1930年から1996年、外交官、元芸品官官長の次男和ズを育てた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。